バーの下ろす軌道、そして上げる軌道、はい、これがまあ一緒であること。非効率的な軌道ということは、筋肉への刺激は高い。この4ポイントをしっかり設定すれば、理想的な軌道になります。以上、反抗期。こんにちは、パジョンの野々です。ウッシーです。ハブリ長出身、ウッキーです。今回は科学の力でビッグスリーを伸ばせ第3弾、はい、今回もベンチプレスの動画をいきます。今回はですね、最も効率の良いベンチプレスの軌道、これについて。そんなこと聞けるんすか。はい、ちょっと富士山に教えてもらいました。最も効率の良い軌道は何なんですかと。軌道っていうのは下げて上げる、このバーベルの軌道ってことですね。そう。じゃあまずこの大前提いきますね。ちょっと結論みたいになっちゃいますけど、はい、バーの下ろす軌道、そして上げる軌道、はい、これがまあ一緒であること、はい、これがまあまずは前提になってきます。まあ確かにその方が良さそうですね。そう、まあ要は最短距離っていうことです。もしくはちょっと骨格とかによっては下げる軌道に対して若干頭側を通ることもあるみたいですが、基本的には下ろしの軌道と上げる軌道同じ軌道を描く、最短距離でバーを動かすっていうのがセオリーです。なるほど、始めたという人とかは知らないですね。そう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 、まだ知らないんで。そうですね、やっぱこういっちゃいますね。ちなみにそれが一番まあ非効率的な軌道と呼ばれているんですが、ただ非効率的な軌道ということはその筋肉への刺激は高いらしいです。ってことはなんか例えばボディメイクしてて結構その効かせるトレーニングとかあるじゃないですか、はい、まあ、そういう意味ではちょっと下目にっていうのはこれまあ理にかなってるのかなと。負荷をかける効率の悪い上げ方ってことなんですかね。まあ、要はね、非効率的、ただ筋肉への刺激は高い。じゃあその上げと下げのその軌道が一緒なのはいいよと分かったけど、うん、じゃあその一番いい軌道にどうやって持っていくのっていう、うん、そこになってきますよね。それが聞きたい。そこ4ポイントあります。この4ポイントをしっかり設定すれば理想的な軌道になります。自分のことのように言っちゃいますよこれ、はい、確かにあたかもあなたが知ってる知識かのように言ってますけど、これ全部富士山に聞いたやつですから、ね、はい、ただですねこれミラクル起きてます。今までの僕たちの解説動画でこの4つは網羅してます。おお、はい、まあまあでもいきます。4つとりあえず言いましょう、はい、まとめた動画にします、はい、まずは胸郭の立ち具合、要はアーチ、はいはいはい、はい、そして2つ目肩甲骨の位置、3つ目肩の位置、肩の位置、はい、肩甲骨と肩の位置、はい、はい、まあちょっとつながるんだけど、はいはい、4つ目レッグドライブ、たびたび出てくるレッグドライブ、この4つを正しく設定すれば一番効率的な軌道のベンチプレスになります。では実技に参りましょう。おう、それでは早速やっていきましょう。今言った4つ、これはですねラックアップ終えた瞬間に全てもう終わってるんです。つまり軌道っていうのはラックアップしたらもう決まってるんですよ。やっていきましょう。アーチ組みましょう。でアーチ組んだ肩甲骨しっかり下げましょう。はいはい、肩甲骨の下勢ですね、はい、はい、これでアーチと肩甲骨の位置設定しました。でラックアップ、この時に肩関節をしっかり伸展、進展ね、ほうほうほう、肩の位置っていうのは肩関節を進展させること。ラックアップして進展、ラックアップして進展、こうすることでしっかり肩甲骨も入り込むわけよ。なるほど。そう、じゃあ最後、ちなみに俺は一緒にやるんだけど、この進展と同時に足もレッグドライブ、レッグドライブっていうのはこの進展と同時にグッ、はい、もうこれで4つ終わりです。はいはいはい、あとはこの決まった軌道でベンチを行うだけ。どうでしょう。で、まあ、ちょっとその俺の今やってるベンチのバージョンっていうのがあって、うん、まあこの最初の2つは同じですわ。で俺は今ねここでまだ進展入れないんだよ。足の力だけ入れといて、コールスタートかかってから進展入れてレッグドライブも強めて下ろしていく。おお。で上げる。すごい胸で迎えにそう、うん、っていう感じで俺今ベンチやってて、これはまあその人それぞれかな、うん、どっちが合うかっていうのをやってみてほしいな。俺昔はしっかりもう肩関節の進展にてレッグドライブをマックス入れてからスタート待ちだったけど、今はねちょっと変えてます。それをその方が最初のその一発目のその迎えに行く動きが結構出しやすくて、
ベンチの連動性が高まって結構軽くなったんで、今はそっちでやってて、これね、ちょっと試してみて、どっちか。質問です。はい。足上げってよくやってるじゃないですか、うん、足上げってレッグドライブ使えないし、うん、ブリッジも今ほど胸椎もかからないし、はいはいはい、ってなってくると非効率的な軌道になるから、うん、やっぱその胸筋もちろんもちろんもちろん深く頑張ります。で、一個今言ってくれたんで、足上げとパワーフォーム組んだ時軌道同じにならないです。なぜなら今言った2つ変わってくるわけよ、はいはい、確かに絶対ちょっと上側になるわけよ。まあアーチが高い方がやっぱ下に流しますもんね。そう、うん、だからそこを足上げだからって言って同じ軌道でやる必要はないってことよ、うん、だからその辺も変わってくるんだよ。軌道っていうのはこの4つ意識してあげるといいよ。今回その動画でした。どうでしょうか。今回の動画っていうのはリフティングザ・エイペックスさんのノートを参考にさせていただいております。素晴らしいノートなので皆さん買ってください。熟読の方お願いします。今回の動画は以上になります。この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録してパワーチューニングお願いします。お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。